に平岡、ここはうまく残したか、畑、さあそして平岡、今度こそシュートに持っていくことができるか、入ってきた、小野瀬決まり、今のは決まりましたね。そうですね、小野瀬の角度のないところから決めていきました、はい、小野瀬です。いやー、ほとんど角度はなかったかと思うんですが、小野瀬打ち抜けるようなところに持ってきましたね。この後の背後の取り方が非常にうまかったと思いますし、このランニングのコースとここ浮いたことによってニアの上ですよね。ここで奈良の背後のつき方もそうですけども、まあ、平岡ですかね、いいとこ見えてますし、まあ、コントロールからシュートまで非常にスムーズでしたし、ゴールマウス見てないですけども、まあ、イメージしたところにしっかり蹴り込んだんじゃないですか。コントロールからシュート、ここニアサイド完璧だったと思いますね。小野瀬のゴールで湘南先制です。